どうも皆さんこんにちは。山リズムです。今回は今シーズン、2回目となるスノーアタックを、ヤリスクロスでしていきたいと思います。そして今回は雪が結構積もっているので、もしかしたらヤリスクロス止まってしまうかもしれません。実はこの道先が行き止まりで、通り抜けできないので、交通量がほぼゼロでして、それでどうせ冬季封鎖で行けないだろう、と思っていましたが、以外にも封鎖されていなかったので、急遽アタックすることにしました。しかし除雪は、されておらず雪はふかふかな状態ですので、もしかしたらヤリスクロス止まってしまうかもしれません。これは強敵だな。ちなみに今回の目的は日本最大級の水ならという木がこの先にあるのでそこを目指しています。目的地までは雪と戯れながら目指していきたいと思います。そして今回はカメラを、いつもと違う視点から撮影しようと思い、いろんな箇所に設置しました。またここの視点から見てみたいなどの要望があれば、コメント欄にコメントお願いします。ぜひとも視聴者様の意見も参考にしたいので。横に蛇行しているように見えるのは、道にタイヤが引っ張られているからです。雪が深くなるにつれてこの現象は強くなっていきました。リアバンパーにくっつけています。雪道を走るとよくホイール内に雪がたくさん入っていたのですが、なぜ入るかは謎でした。しかしこの映像を見て解決してしまいました。こちらの視点はフロントタイヤの前側についている泥除けに取り付けています。しかしここは、低すぎたか。ああ。浴びてるー。気を取り直して。もう一度。めちゃ雪浴びてるー。この位置はなしだな。星が見える。サイドスカートの下あたりに取り付けてみました。ここは雪を浴びないのでいいかもしれない。なんだその横へのスライドは。
あたりから雪が不快性なのか、進まなくなってきました。エンジン音と速度が合っていません。これ止まったら進まなくなるやつ。止まった。バックで一旦下がって勢いつけてみます。よし、再チャレンジ。集え、精霊の力よ。やはり止まってしまいます。しまいにはタイヤも空回りし始めたぞ。これは困った。こんなはずでは。ドローン飛ばして気分転換。あれからしばらく雪と格闘しましたが、これ以上行くとスタックしそうなので、この辺りで諦めます。雪道での運転テクは、まだまだでした。ここからは徒歩で行くことにします。見えてきました。いやー、しかしここまで来るのしんどかった。まず雪が膝下ぐらいまであるので、雪の抵抗で一歩が通常の10倍はあるんじゃないかってぐらいボリューミーでした。到着しました。あ、手が滑ってカメラを落としてしまった。
雪がクッション代わりになってくれたおかげでなんとか大丈夫でした。気を取り直してお風呂側の水奈良に到着しました。裏側には説明が書いてありました。樹齢はなんと500年で、国内でも最大級の水奈良みたいです。こんなクソ寒いのに虫がおる。こいつはすごいな。聞かないぞ。水なら立派です。どうやら数年前に老朽で一部折れてしまったようで、全盛期より実は小ぶりなんだとか。保護のため樹木根元まではいけませんでした。無事今回も目標を達成することができました。それでは帰りましょう。